子どもが思うように動きません。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。50代男性、妻が10歳の子供が自分の思うように動かずイライラしています。それを見ていて自分もまたイライラしてしまうのですが、何かいい方法はありませんか？子供がね、自分の思うように動かないっていうのはよくあることなんですけども、子供っていうのはどういうものかというとですね、独立した個性ですね。独立した個性で一つの人間であり一つの人格でございますので、親がこういうふうにしてほしいとか思ってもですね、その通り動くものではないということをまず理解した方がいいのではないかなと思うんですよね。じゃあ親と子はどういうふうに接していくかっていうことは、その独立した個性を尊重した上でですね、いろいろなことを援助したり助けたりアドバイスしたりするっていうことをしていかないと、操作しようとしてるんだよね。みんな操作すればするほど反対の方になります。それは反抗っていう心理が働いてきますのでね。だから親が子供を思うようにしたいってなってるんですけど、そうならないのは心理学的に全くそうなってるってことです。子供を操作しようとすればするほど子供は反対のことをしますから、変な方向に行ってしまう。これが親子関係ですよね。だから親は子供を操作してはいけないのです。親はこうなってほしいっていうふうに過剰に思えば思うほどね、大体そうなりませんから。なのでもうちょっと距離を置いた上で付き合っていくというか、助けていくというか、援助していくっていう、こうワンクッションを置いてあげないとですね、操り人形のように子供に接している親が多いので非常に心配になってしまいますよね。むしろね、例えばそれでじゃあ子供が実は思うように動いてくれますっていう方がいたとしたら、それ20歳過ぎたらやばいですよ。自分で何もできない、自分で判断できない、自分で行動できないような人が育っていますし、例えば会社にも行けないとか、引きこもりじゃないけどニートみたいになってずっといつまでも家にいるというパターンにおそらくなるんじゃないかなっていうか、多分そういうニート見たくなってる人っていうのは親がそういう態度で接してるからですね。とにかく子供っていうのは一人の独立した人格なのです。ですからそれをもう操り人形のように操作するっていうのはまずやめましょう。そこでもう一人その個性として尊重するという気持ちを持つということですね。その上で子供と関わる、子供がどう思っているのって聞いてみるとか、どうしたいの、まあ、対等な関係ですね。親子ではないんですよ。人間人間という対等な関係、そこをまず意識した上で親として物を言うっていうことはもちろん必要なんです。だから操り人形じゃありません。対等な自我、それが踏まえた上でいろんなことを言うと実は通じていたり理解してくれたりするっていうことがあるので、親と子は対等ですっていうことをまず踏まえた上でですね、子供と関わっていくっていうことをしてみるともっとうまくですねいくんじゃないかなと思います。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。